はい、こんばんは、セルヒーと申します。アップデート、来まして、3つアップデートかなり変わりました。1つ目がゲーム内でのフレンドの追加ができるそうです。はい、でちょっとこれあの動画撮ってる中でちょっとフレンドの方はねなかなかの実証できないので一応口頭のみの紹介とさせていただきます。2個目がトレーダーの新アビリティアイテム追加、こちらなんですけど、なんか6つぐらいなんかアビリティが増えたみたいで、なんかソーラーパルス、ヒステリックガスとレモートサボタージュかな、サボタージュというものかな、なんか6つぐらいねちょっとありまして、まあこの後ちょっとプラティクスモードで一応多分クラフト等できるので、ちょっとそちらで見せていきたいと思ってます。で、3つ目ですね、これがマジですごい嬉しいんですけど、カスタムモードの追加、あとブラックアウトのカスタムモードの追加なんですけど、むちゃくちゃカスタムできるようになってまして、まあこれ見てもらったらわかるんですけど、まあカスタムでね、ここでこう編集としたらね、ほらめちゃめちゃ変わってて、例えばねプレイヤー名を表示、これをねオンとかオフとか、まあ、できるみたいで、ちょっとまあカスタムをまだちょっとこう設定いじってやってないんで、どういう風な感じにちょっとなるかわからないんですが、まあ、一応こういうのが出たりとか、あとはあのベリーの茂みの再リスポーンとか、自白剤ラボハッキング可能、これもなんかハッキングが、今回のアップデートからできるみたいで、あとゴーストアビリティオンオフとかね、なんかいろいろカスタムがいじれるようになってます。で一番大きく変わったのがここで、カスタム限定ロールって書いてるんですけど、これね過去の役職が全部できるようになってるんですよ。これすごいっすよマジで。これね、でイノセント、メディック、ソルジャー、サイエンティスト、サボター、メディック、ハッカー、サイエンティストね、これはだからあのサバイバーとトレーター側の、表示させる多分役職の振り分けだと思うんですけど、一番嬉しいのはサボターですね。サボター、これサボターはエナジードリンクを飲むことで、ヘルスではなくトレータークレジットを獲得します。サボターはトレータークレジットを使用して地雷を作成することができますって書いてるんですけど、これめちゃめちゃ面白い役職で、ちょっとね、過去のね、まあ、僕の動画に、まあ、サボターが載ってる、まあ、配信のアーカイブがあるんですけど、まあ、それをちょっと見ていただいたらかなりわかりやすいんですが、まあ、ドリンクを飲んでもヘルスが上がらないんですよね。その代わり、そのドリンクを飲んで、まあ、箱を開けたりとかして溜まったクレジットを全部、キャビンの中で地雷を作ることができて、まあ、むちゃくちゃ作れるんですよ、地雷。30個とか40個とか。だからすごいロマンのある役職で、まあ、潜伏型って言われてたんですけど、昔は。この役職が、まあ、再復活ってことで、まあ、めちゃくちゃ僕ちょっとね、楽しみなんですね。このサボタを入れて。で、やっぱすごい、カスタムが増えたら幅も広がりますから、カスタムでね、この限定ロールの方の役職をちょっと入れて、今度ね、ちょっと遊んでみたいと思ってます。最後に目標なんですけど、こちらもね、いじれるようになってまして、この、第2目標のビーコンを、オンオフとかできて、まあ、これとはビーコン起動を、出るようにするかしないかの設定とかね、これもいじれるようになってます。かなりね、カスタムの方がいじれる設定となってて、まあ、ブラックアウト、こちらもね、一応カスタムでいじれるようになってるんですけど、こちらもね、かなり、いじれるようになってます。普通の標準のお部屋と、ここはあまり変わってないですね。ここは一緒な感じでいじれるようになってて、ロールも一緒ですね。ロールも、下の、さっきの標準のお部屋と一緒で、8個かな。ここがいじれるようになってます。で、目標も一緒ですね。ビーコンを起動させるか、起動させないか。こちらの、設定がかなりいじれるようになってますので、ここね、カスタム等で遊ぶのがかなり楽しくなってくるんじゃないかなと思っております。はい。じゃそうしましたら、ちょっとね、プラクティクスモードで、トレーターの、なんか新しい妨害のスキルが増えたってことで、ちょっとこちらの方をちょっと検証というか、見ていきたいと思っております。はい。まあ、なんか、アップデートの内容には、クラフトできるっていう風に書いてたんですけど、これかな？作業台で。あ、ほんとだ！なんかめっちゃある！やっぱ6つありますね。無線妨害。トレーター以外のすべての、無線機を、妨害します。だから無線妨害ですね、物資の。あれが、クレジット読んで作成することができるみたいですね。で、第2の目標の位置を示します。使用後アクティベートにするのに最大10秒かかり、相手は誰にも見えません。これも、
クレジット読んで、できるみたいです。遠隔妨害装置、第1目標に妨害を行います。使用後アクティベートに最大は10秒かかり、アイテムは誰にも見えません。すごいですねこれ。だから第2、トレーター物資から使える遠隔妨害を、意図的にここで作成して、好きなタイミングで撃てるっていうことだと多分思います。はい、これはかなり強いので10クレいりますね。ヒステリーガス、集団ヒステリーイベントを発生させます。使用後アクティベートするのに最大10秒かかり、アイテムは誰にも見えません。グローバルイベント値は使えません。まあだからウサギですね多分。これはウサギのイベントも強制的に10クレ、できることみたいです。ソラパルス、これめちゃめちゃ強いですね。フレアっていうランダムにみんなが飛んでしまうんですよね。でそのソーラーフレアイベントっていうのを強制的に発生させて、アクティベート10秒かかり、アイテムは誰にも見えません、グローバルイベント中も使えませんってことで、まあ、かなりこの下4つは強いので10クレかかるみたいですね。で最後に全体強制追放、一定時間すべてのプレイヤーをキャビン第1目標から締め出します。使用後アクティベートするのに10秒かかり、アイテムは誰にも見えません。これがこれ12クレいりますね。全体強制追放は一番長、この中で妨害の中で一番強く、一応12クレ使えるみたいですね。いやめちゃくちゃ強いなこれ。やばいっすねクラフトできんの。ちょっと試しになんか作ってみます、せっかくなんで。妨害されてもキャビンの中でトレーターがいないっていうその推理がもうできないわけですよね。完全にキャビンの中から撃てるわけだから作ってね。これすごいな、画期的ですね。全体強制追放どんどん、おおすごい。アイテム欄1個埋まっちゃうんだ。なるほど。これで、これで、あ、すごい。全体強制追放発生まで4、カウントダウン入りましたね。3、2、1。あ、すごい。あ、なるほど。これめちゃめちゃ強いっすね。でも、アイテムのインベントリは1個埋まってしまうと。で、すぐに、絶対強制追放は打たれないみたいですね。だいたい7、8秒ぐらいかな、今。7、8秒ぐらいで、時間で強制追放が一応できるということで、かなり潜伏が強いかなっていうふうにちょっと思っておりますね。まあ、潜伏することによって、近接クレジットレートがたまり、それを使って、妨害のアイテムを買って遠隔なり、全体強制追放なりできるということで、かなり潜伏の幅も広がるから、まあ、これにね、カスタムで、サボターという役職を入れたら相当ね、幅が広がる、戦術の幅が広がるというか、いいんじゃないでしょうか。ってことで、はい、あ、ウサギ来ましたね。これが、まあ、多分ウサギのイベントのなんか棒がありましたけど、多分これだと思ってます。ヒステリーイベントかな。はい。ってことで、はい。まあ、以上ですね。はい。一応こんな感じで、紹介させていただきました。一応ちょっとおまけなんですが、まあ、こんな感じで、新しいスキンが、まあ、出るみたいなんで、まあ、これもすごい楽しみですよね。なんか夏風のスキンってことで、まあ、可愛らしいような感じのスキンなんで、まあ、販売されるってことで、まあ、ストアで買うのかな。この、こちらの、なんか、アディファクの方のポイントで交換するタイプのアイテムだと思います。もし欲しい方は結構時間限定、期間限定で、消えてしまうので、ぜひ入手してください。ってことで、今回の雪山人狼最新アップデートの情報でした。よかったら、チャンネル登録と高評価、皆さんよろしくお願いします。バイバイ。